皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、10月7日、18時20分です。新エンペラーの、関係者の皆さん、昨日の凱旋門賞に関して、残念な結果になってしまって、大変申し訳ないと思っています。長い間その競馬の勝ち負けに取り組んでいない状態が、まあ、12着というその順位につながってしまったような気がします。言葉のワードの組み上げの中で、まあ、自分の力とかを取られてしまうとその横領事件になると、まあ、そういうふうな言葉の組み上げっていうものをあらかじめ用意しておかなかった、まあ、野球関係のところの動画で僕が言ってる内容とかを聞いていただいたら分かると思うんですけども、まあ、野球に関してはああいうような内容で、言葉の組み上げを行って、頭の中の供給とか、行っていました。で、その言葉の組み上げっていうのをうまく新エンペラーに、組み上げていれば、出だしのゲートが開いた時からですね、そのゲート、もう少し言うとゲートが開く前からとても落ち着いた状態とかだったら、多分スタートダッシュすごく良いスタートができてると思うんですよ。で、ゲート開いた時からすでに遮光してしまっている、どちらかというとインの方に行きたいのに逆の方向へ外に向かって遮光してしまってる。で、そこについてですね、まあ、何かが、足りていなかった。それが、まあ、今回のその元々のその持ち時計のところのタイムと比べたら、まあ、なんとか5着以内には入れていたんじゃないかなとは思います。レース展開さえはまればです。で、まあ、今回のその凱旋門賞だけじゃなくて、以前からの凱旋門賞全てそうなんですけども、最後のコーナー回った時に、先頭集団には、いなければならないと、まあ、そういうふうな、部分があるかと思います。世界中からの強豪馬が集まってきてますんで、上がり3波動のタイム的に あまりにも最後のコーナー回り終わった後に先頭の方にいる集団との距離的な差ですね、その子で先頭集団にいなかったらまず勝負にならないというのが、もう今までのその凱旋門賞のどのレースももう大体そうだと思います。途中からごぼう抜きにするようなそういうような展開っていうのはまずなかなかないです。よっぽどのハイペースで、例えば 2000m ほどを通過するまでが、とんでもないハイペースで、まあ、例えば1分、58秒、それぐらいだったら先頭集団が、バテてくるかと思うんですけども、まあ、坂がある程度あると聞いています。まあ、凱旋門賞のローシャン競馬場は。ですので、まあ、タイムはどちらかというと、東京競馬場と比べると、出にくいタイムに、良いタイムが、まあ、出にくい、競馬場だとは、まあ、聞いていますが、まあ、そこの最初の出だしですね、逆行ってしまってる。内側の方に、まあ、それとあと、車高自体してしまうと、その最初のゲート開いた時に隣の馬にぶつかってしまっている。で、それと道中も少し前に行きにくくなっていて、最後のストレートのところで前の馬に一頭前方塞がれてる状態作られてますので、まあ、最初のその車高したそのぶつかってしまった分、たまに左隣の馬にですね、まあ、その分が自然と返ってきてるようにも見受けられます。これは野球の試合でもサッカーの試合でも、ただ見受けられる内容で、例えば、野球でいうと、ワンアウト1、2塁の場面、相手チームが作ってきたその場面、それが、自分たちにもそういう場面が訪れたりだとか、まあ、外野フライの好プレーが相手チームに発生したとき、まあ、こちら側にも、そういうふうな状況があって、そこを、どう
うまく、補給するかだとか、まあ、サッカーで言うと、ファールが発生した後、同じようなファールが、相手チームから発生した、それを今度こちらが行ってしまっている、こういうふうな状況っていうのは、ただ、見受けられます。まあ、気づく人と気づかない人がいらっしゃるんですけども、まあ、今回の、旧社の方たちが今までチャレンジしてきた、戦績を見る限り、まあ、答えがないっていう形で、まあ、おっしゃられてるんですけども、まあ、今まで凱旋門賞にチャレンジした時の戦績を見た時に、まあ、あんまり良い戦績ではない、5着以内に、入れていないっていうところでの部分、まあ、その辺のところも何か流れ的なところであるのかもしれないです。で、徹底的に競馬の勝ち負けに取り組んで、その競馬用の勝ち負けに取り組めるその場数ですね。だから、抜けていたのは世界のルールは法律で、自分の力と他の馬に、まあ、他の騎手とかに、取られないようにする、まあ、淡いケースですけども、そういった状況っていうものを作っておかなかったら、野球の世界とかでも、まあ、サッカーでもそうなんですけども、国際戦、粟井圭介自身が、他国の方に、取られてしまって、1点取られるだとか、まあ、そういうふうなことは今まで何回も経験しています。で、昨日のレースに関しては、ゲートが開いて、もうある程度、レースが進んだ時点で、野球界の王貞治さんの音声で、まあ、コンピューターが多分言ってきてると思うんですけども、負けやっていう言葉を、伝えてきていました。で、まあ、それでも、順位、とにかく少しでも良い順位というところで、ただし、まあ、僕はその言葉に関して、未来からの情報も、間違えるケースがある。で、もちろんそれは王貞治さんが言ってるんじゃなくて、多分それはコンピューターが言ってるんだろうなっていうのが、僕の認識で、まあ、王貞治さんも年齢も80歳超えてますので、まあ、凱旋門賞まで関わってくるかなと思ったら、それはまずないだろうなと、野球界のことで。役員として、以前、まあ、今はどうかわからないですけども、登記簿に名前がありましたので、まあ、そのあたりのことを考えたら、まあ、クライマックスシリーズが目前ですし、で、あとは、その凱旋門賞への対応で、コンピューターから聞こえてきた音声なんですけども、阪神タイガースつけたるわっていう声が聞こえてきたんですよ。まあ、凱旋門賞のレースが始まる1時間ぐらい前ですね。で、ただし、今までのことを整理整頓しますと、誰かの力をさらに借りたら、さらに能力は上がります。で、ただし、今それを行っていいのかどうか、その世界のルールは法律っていうことを考えたときに、それが裏目に出る可能性ももちろんあります。で、だから僕は、まあ、後続の人たちにもご迷惑をおかけしないようにだとか、だから力を借りないような形で対応しています。っていうのは、三冠馬、オールフェーブルの時、凱旋門賞2回、僕対応していましたけども、1回目は完全に僕の、失敗です。頭の中供給しすぎて、自分の能力は低下しすぎて、認識能力はすごく低下します。まあ、その代わり、ジョッキーや、もしくは馬、多分馬にも足の力とか多分いくと思うんですよ。今までの僕の、経験で言いますと、例えば、まあ、人間界で言いますと、普通に働いている時とかでも、例えば、中貨物さんという、まあ、兵庫県の西宮市流通センターにある、まあ、スタッドレスタイヤの倉庫のトラックからの積み下ろし、積み込みの仕事なんですけども、そのトラックのドライバーの方がもう白髪のご老人の方で、ホイール付きの、スタッドレスタイヤ、まあ、重いものだと、やっぱりレクサスとかそういうふうなものになってくるんですけども、やっぱりそれを6本とか、積んだりしてると、こう、押すときに下に段ボールを引いて、こう、滑りやすくはしてるんですけども、動かないときとかあったんですよ。で、そのときに、自分の足の力をその人に、渡してあげて、まあ、僕は
途中まで運んできて、まあ、その間にも自分の呼吸を整えるような形になるんですけども、一日にもう何百パンと、積んだり下ろしたりしますんで、もう本当にあのでも、かなりの、力仕事です。高いところとかも命綱なしに登ったりとかしますんで、で、その時にやっぱり足の力を渡したら、その老人の方動かなかったそのスタッドレスのタイヤの6本積みの山が動くんですよね。だからそういう風な部分で足の力を多分馬に渡せると思います、今までの経験上。まあ徹底的にその競馬用でその取り組んだりだとか、そういうふうな状況を作っておくべきだったっていうところと、やっぱりオルフェーブルと新エンペラーの違いは、オルフェーブルはまあ三冠馬でした。もともとその実力っていうものがありましたと。その新エンペラーについてなんですけども、 G1 の勝利が一つもない状態での凱旋門賞のチャレンジって見たときに、僕はあの以前のその一番最初の動画で凱旋門賞にそのチャレンジする時の馬を、海外での G1 が何勝かしてあった馬を、選んでたんですね。まあそれで新エンペラーさんの方が出て、そちらの馬の方が、出なかったと。まあその辺のところで正直最初の、直感はこの戦績で凱旋門賞はこれはきついなと、これが正直僕の感想でした。今までその凱旋門賞っていろんな国から無敗の馬が出てきたりだとか、そういうふうな、レースですので、まあ、アガリさん、ハロン、その新エンペラーさん、まあ、日本の競馬場で、一番良かった時のタイムだとか、何秒だとか、そういったところまでは、まあ、詳しくは分からないんですけども、基本的に凱旋門賞に出てくる馬っていうのは、真っ平なアガリさん、ハロンの、600メートルだとするのであれば、東京競馬場のような、多分33秒台、以上だとは思うんです。で、っていうことはやっぱり最後のコーナー回った時に先頭集団にいなかったら、物理的に仮にこちらが33秒台の足を使ったとしても、使えたとしても追いつけない。で、まあインターネット記事で10秒ほどタイムに差がっていう、そのタイムが足りていないっていうことだったんですけども、多分そのゲート開いてすぐに、できれば最内のところまで行きたいんですけども、あの枠の位置からだったらかなり難しいので、まあ、先頭集団で、まあ2列目ぐらい、まあ3列目を走るような形になってましたけども、少しでも、距離のロスを、防ぎたかったと。で、まあ、だからまあ最初のゲートの左に遮光してしまったっていうところが、まあ、今回のレースの敗因であり、そういうような状況をすんなりとしたゲートでの対応っていうのがこちらの方でできていなかったっていうところが私の至らないところだったなと思っています。その辺に関しては、大変申し訳ないなと思っています。もし、まあ、先頭集団で、まあ、その前から2番目じゃなくて、その最内、まあ、あの枠順だと、まあ、2番目くらいのところにまあ、つけていれば、まだ距離のロスっていうところはだいぶ少なくて、済んだんじゃないかなというところです。まあ大変、かなり悔しいです。昨年でしたでしょうか、ジャパンカップ、アーモンドアイでしたっけ、 G1 優勝も別の馬でしたっけ、 なぜ強い馬が1頭いて、
それと、牝馬で三冠馬がいて、そのレースに関して、意図的に牝馬三冠馬の方につくような形で、ジャパンカップを挑みました。で、その時のレースを見ていただいたら分かると思うんですけども、道中、そのめちゃくちゃその強い日本馬と最後のコーナー曲がるぐらいのところで並走するような形で前に出ていこうとしてるんですよ。その牝馬さんが言葉のワードとかしっかり組み上がって、こちらの能力とかもしっかりと言ってる状態で勝ちにいってる状態なんですよ。で、騎手の方がこのペースはオーバーだという判断で、多分意図的にちょっと手綱引いて抑えにかかってると思うんですね。で、その自然、もしそのまま自然と馬が行きたがってる状態のまま進んでくれたら、とんでもない数の G1 の勝ち馬と、その牝馬三冠の馬、どちらが勝ってるかわからない状況だったと思うんです。まあ、その辺のところは、まあ、神がかり的な力の世界の、効力の発揮の仕方であって、その辺に関しては、まあ、僕の方も去年のジャパンカップの頃の時の方がまだ慣れていたのかなと、あとはまあその一日の状況とかを考えた時にそれが響いてきたのかなという、まあ、こちらの方の状況なんですけども、あとはまあまあ、レース中気になる声っていうのは聞こえてきたんですけども、そこで、何かは自分から離れていった感覚っていうのはあるんですよ。それによって、最後直線伸びなかったかなっていう部分もあるんですけども、後からまあ、動画を見た時に、前に一頭、まあ、馬が途中から、いて、まあ、ちょっと邪魔になってる部分、まあその前にも少しすんなり抜け出せない状況等もありましたので、まあやっぱり、着順っていうのはかなり残念です。で、あとは武豊さんの騎乗していたアルリファでしたっけ、そちらの方も、着順は2桁のところで、あんまり着順が良くないという状況でした。ですので、武豊さんの乗ってったその馬がどういうふうな展開だったとか見なかったら状況よくわからないんですけども、まあ、最初の位置取り、最初のゲートが開いた時ですね、そこは一番大きなポイントだったかなと思います。まあ、頭の中の供給とかでしたら、もう野球の試合で、もう毎日のように、あれだけの数こなしますんで、2分何十秒の間耐えるっていうことは、僕はまあ全然問題ないです。それどころか、まあ、肺活量とかもそうですし、そのあたりとかも、まあ、自然と、レースの途中で頭の中でこう組み上げたりだとか、まあそういった、まあ部分とかも発揮できていたら、まあそれでもやっぱり、1着の争いはちょっときついですね。どうレース展開を考えても、先頭1着になった馬ですけども、あの馬とずっとこう並走していて、最後まで勝負なるかなって考えたら、これはもう僕の直感的なものですけども、正直、厩舎の方たちも、それはちょっと難しいかなという意見になるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。まあ、ちょっと今回も動画長くなってしまったんですけども、まあ、今回の着順に関しては、非常に、残念に思っています。それと、まあ、他国の馬で、まあ、ものすごく強い馬が何度も出てきてるのもありますけども、そのうち
その戦績的に見たときに、半分ぐらい、もしくは半分以上の馬が、新エンペラーとそんなに変わりのない戦績でしたので、まあ、なんとか、5着以内には、まあまあ、勝ちに行くような形で取り組んで、なんとか5着以内、メンバーだったらというようなところが実質の部分かなと思いますし、そうでもないかなという部分もあります。もしかしたら勝ち負けできていたかもしれないっていう部分ですね。3着ぐらいだったら、1番2番の1着2着の馬との馬身差を考えると、3着ぐらいならなんとかなってたんじゃないかなと。それと、まあ、その記事 の登録料だけで1900何十万円払ってるんだからっていう、その言葉は、すごくこちらとしても残念な気持ちになりました。まあ、金銭的なその大きなダメージっていうところが終わりでしょうし、まあ、そういう意味も含めて海外戦は甘くないなっていうところと、やっぱりその国の一番強い馬が、出場するべきであると。まあ、芝生のレースの その2400m という距離適正でっていう形になるんですが、だと思います。ちょっとまあ私の方も自分の至らなかったところとか精査して、どのように対応するべきかっていうところを明確化を、しなければ、なりませんので、まあこれはちょっとまた競馬のレースで、場数こなさないと、なかなかっていうところはあるかもしれません。まあその辺のところはあるかもしれませんけども、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。新エンペラーの皆さん、今回の凱旋門賞大変、残念な結果で申し訳ございません。これからも精進とも言いたいんですけども、まあ、ちょっと気になることがあって、まあ、この動画では言わないようにしておきますけども、もしかしたらその今後のことについては、まだ何も言わないようにしておきます。まあ、いろんなことが多数ありますので、まあ、僕としてもどういうような対応の仕方をしていけばいいのかっていうところを、自分の人生も込みでです。まあ、それも他の人との関わり合いとかもありますから、まあ、その辺のところをどうすればいいかなというところで、まあ、昨日の結果に関しては、まあ、大変残念な結果で申し訳ないなと思っています。以上です。